Welcome back, everyone. Another episode of Overlord. Now, in this one, I'm hoping I get a little bit more clarity because I am getting a little bit lost off at points with all this new storyline building, this new, I want to call them quests. But I'm worried about the village, you know, Carney Village. I'm worried about everybody there. That doesn't seem like there's an ultimate goal that is safe for that village right now. And I don't think Irons will know about it either. Let me know what you think. I might be off course and you can steer me in the right direction in the comments. I know you can. Much love from me. Let's dive into this. Let's go. それ以外私がなぜお前を呼び出したかわかるか。いえ。うん。では大森林で東の巨人やマジャなどというモンスターが何やら動いていると聞いたが。それでしたら特に恩義を煩わせるようなことはないかと。Costco is worth reporting. I mean, なぜそれを私に報告しなかった。それも隠そうとしたのか。Oh, those are heavy words. ルプスレギナ、お前には失望したぞ。ルプスレギナ。あの村がナザリックにとってどの程度の価値があるかお前にはわかるか。エッグ様が実験に使われた村です。それにおもちゃがいっぱいあると。 お前がその程度に考えていたとは、失言は撤回する。少し言い過ぎたようだ。許せ。何をおっしゃいますか。バカな私が悪いんです。ならば次は注意してくれれば構わない。お前にあの村の価値について教えよう。Alright, she needs to know because Loopy's going to take it down. Bring it on. あの村はそれなりに価値があるのだよ。はい。中でもフィーリアとその祖母は重要だ。アブソリューリー。2人には新しいポーションの開発を任せているからな。そうです。アインズ様にお渡ししようと思っていたものが。フォーゲットン・ア・フィー・ティングス、ヘイ・ルーピー。はい。フィーリアが開発した新たな治癒のポーションです。このポーションでバレアレ家の重要度はさらに1段階上がったということだ。この世界でのポーションは青く、 どんなに高品質なものでも経年劣化するという。しかし私の知るユグドラシルポーションは赤く劣化などしない。ンフィーレアに求めているのはユグドラシルの技術や材料に頼らない。ユグドラシルポーションの作成だ。もしくはまた新たな第三のポーションの作成方法の完成でもいい。本当ならンフィーレアをナザリックに監禁し研究を進めさせたいくらいだ。 知識は力だが、監禁して博士する信頼を培い、感謝という鎖で縛った方が未来の利益につながる。ではどうしてアインズ様は赤のポーションをブリタなる女に渡したのですか。はい、前にナーベラルから聞いたのですが、エランテルでブリタという女冒険者に ユグドラシルポーションをお与えになったことがあるのです。あの女の持っていたポーションの弁償のためでは。本当にそれだけだと思っていたのか、ナーベラル。失礼しました。フィーレアだ。Sometimes I think Ian just makes it up on the fly. Like, when he gave that potion away, it wasn't for any other reason when I was watching it way back when. He caused a bar fight. He ruined that potion. He wanted to make amends, and he gave it away. It worked out well, but that wasn't on purpose, bro. ウフィレアでございますか。見たことのない赤いポーションを渡された者の最初の行動は一体何だ。誰かに聞く、相談するということでしょうか。そうだ。 彼女は私の狙い通り、最も信レイできるポーションショクニンのモトへ行ったろ。だからこそ、私がフィーレアと接触を持つことができた。話つながったよ。アイノイツ。アイノイツ。見ても、さんても先のことまで、お考えになった上で行動されているのですか。アイノイツ。私は、ナザリック地下大墳墓の支配者。But well done. あの村での優先度は1位がウンフィーレア。そして彼が恋心を抱いているので、鎖になるという意味で2位がエンリエモット、最後がウンフィーレアの祖母リージーだな。それ以外はどうでもよいが、この3人だけは何としても守れ。はい。
それではルプスレギナ。Dangerous words, bro. 私の狙いを聞いた以上、次は許さん。お前の務めを見事に果たせ。But it's right to give Loopy a purpose of those three. I get that, but...アウラ、東の巨人や西の魔女について何か知っているか。はい、申し訳ありません。そのようなモンスターの情報は持っておりませんでした。ハムスケと同等程度であれば強敵とは言えない。注意を払えなかったのもわかる。掃除いたしますか。私のペットだったら数匹送り込めば簡単にできますよ。東の巨人と西の魔女。Wasn't the wolf one of her pets? どんなモンスターか見てみたいじゃないか。ついでにルプスレギナへのテストも同時に作れないか確かめよう。それでアインズ様に敵対行為をなそうとする愚か者どもの処分はどうされるのですか。最初は話し合ってみるとしよう。Yeah, fair enough. Try talking to them first. 東の巨人も西の魔女もユグドラシルに存在しなかったモンスターであれば確保したい。ハムスケと同程度の存在というのであればそれなりに価値があると判断しているからだ。聞かおくべしだったか。ハムスケってそんなに価値があるんですか。あるぞ。あれは実験台としてなかなか役に立っている。リザードマンと訓練していたあれですか。ああ、デスナイトと一緒に戦士としての訓練を積ませている。もしデスナイトが戦士クラスを持てるのであればナザリックの戦力を一気に増大することが可能となる。I didn't think of that. まあ、Well, I wouldn't have known, but yeah, that makes sense. ハムスケの方はどうだろうな。アインズ様、どうされました？いや、なんでもないが、ちょっといろいろと考えてしまっただけだ。大意はない。そうでしたか。細いな。子供の腰ってこんな感じなのか。うわ、なんですか、アインズ様。ああ、いや、細い腰だなと思ってな。しっかり食べているか。はい、ご命令通り1日3食決まった時間に食べてます。そのうちお前たちにも恋人ができたりするんだろうな。え、ちょっと早すぎますよアインズ様。私はまだ70代なんですから。ああそうだな。ダークエルフだとまだまだ子供だな。ちなみにアウラはナザリックの中では誰が好きなんだ。好みのタイプは。私はアインズ様が大好きですよ。strange conversation, bro. それは嬉しいな。それじゃあアインズ様は誰を一番愛しているんですか。アウラが大好きだぞ。子供の上層教育か。ダークエルフの学校などあったらアウラやマーレを行かせた方がいいのか。それより将来の話なのだ。将来ですか。ああそうだ、将来ダークエルフの国があったら一緒に行ってもらうぞ。え、あ、はい、そういう将来ですね。はい、みんな行くよ。今日、笑ってしまうなアウラ。お前が作っていた建物を真似しようとしたのだろうな。アインズ様、あそこが奴らの根城です。おー、here we go。 見合いのいないとは不用心だな。足跡を見る限りこの洞窟内には複数体生活しているみたいです。あまり知性は期待できないな。階段ができればいいのだが。 Sounds grim. Ah, okay. おい、そこのオーガ、食事中のところ悪い。ドアホンとしては品がなく騒がしい。スケルトン汚い。Get down. No bother at all. Now answer the question. Skeleton と一緒は少し困る。君たちのボス、東の巨人に会いに来た。まあ待っていても来るとは思うが。しまったな。あまりに汚い手だったので、ちょっと力を入れて払ってしまった。Here it comes. There's quite a few of them. 巨人という看板にはいささか偽りありだが、完全に嘘というわけでもない。お前が東の巨人だな。ではそこのお前が西の魔女だと嬉しいのだがどうなのかな。二
不可視化で消えているつもりなのかもしれないが、私の目はそれを見破る。I was gonna say, I didn't say them. 無駄なことはやめて答えてくれないか。わしの透明化を見破るとは、お主はただのスケルトン。スケルトン、何しに来て。私はスケルトンではない。間違った知識を正しておいてもらおう。 Keep insulting them。 何だというのだ。東の地を滑る王であるこのグーに名乗ることを許してやる。 We'll allow you。 We'll allow you。 なるほど。 Simmer down。 グーという名前か。私の名前はアインズールゴウンという。俺のような力強き名前ではない。岡部山の名前で。ほほほほ。こやつらは長き名は勇気なき証とみなすんじゃ。I think Yain's gotta lay down some respect right here. お前は私を臆病者だと思うのか。お主の言うところの西の魔者、デュラリウス・スペニア・アイ・インダルンじゃよ。それで弱き者は何をしに来た。 Week one. Oh, dude. 私は森の中央でアンデッドやゴーレムを使って砦を築いているものだ。知っているぞ、言っちゃう者は。 Here we go. この蛇がギャーギャー言わなければ、俺たちだけでお前をすぐに殺したんだ。余計な手間が省けたぞ。それで、私がここに来たのはお前たちと交渉したいことだ。So teach some respect first, bro. 命が欲しいなら服従しろ。このバカが、俺が臆病者に従うはずがないだろ。 Oh, you've got no idea what's coming, bro. 侮るのは危険じゃ。お前はここで食われるんだ。犬より立派に吠えるじゃないか、肉だるま。なんだと。ならばこうしよう。まさか怖くて逃げたりはしないよな。面白い。Come on, bring it on, Ainz. お前の選択はなったな。Come on. He's just gonna stand there. He's like, why this worked before? Is it broken? Not broken. なるほど。トロールの再生能力か。What are you gonna do? 弱者の生殺与奪は強者の特権だが、しかし不快だ。やる。Brilliant. 城を作るのはやめてほしいものだ。君の攻撃はこれで終わりだ。Just that off. Sorry, but...Oh, what a point to pause it out, guys. Like, legit, look at this, man. Sit down. Sit down. 臆病者だからといって弱いわけではないと。どんぐり程度の脳みそしか入ってない君でも、そろそろ理解できたかな。アウラ、それだけは逃がすな。構えましたか。どうされますか。あのさ、これじゃアインズ様の勇姿が暴れるなら、このまま喉を半分くらい潰すよ。ほら、少々離れた場所に移動してくれ。巻き添えでそれが死なないようにな。さて、Brilliant. 治ったか。それじゃあ続きをやるとす。あれれ、おかしいな。臆病者の名を持つ私が前に進んで、勇敢な名を持つグサマが後ろに下がっているぞ。これはどうしてなんだ。 Nicely done, Ainz。 アインズ様の名前が勇敢な名前で、グとかいう変な名前こそが臆病者の名前だから。アインズールゴン様が偉大な証拠に。そうかそうか、それは納得がいい。 Oh, careful。 うるさいぞ、臆病者。Oh, that looks grim, doesn't it? 再生能力のおかげでミンチになったとしても生き返れる。しかし痛みはあるようだ。死だ。私はお前に死を運んできたものだ。I love his one-liners, man. They're like, how are we gonna do it? さすがは臆病者の名前を持つ者。逃げられても厄介だ。遊びはここまでにしよう。絶望のオーラ、レベル5。Here we go。I didn't think he would take them all down. I thought he would like recruit them. わしはあなた様の配下となりますぞ。今後はあなた様のために全力を尽くしたいと思っております。
トロールゾンビのデータはどうだったかな。魔法の武器か。あの村の個人戦力の増強には最適かもしれないな。Yeah, to give it away to someone. お前に部下はいるか。トロールがいるといいのだが。一匹だけおります。近日中に部下を連れて森に建造している建物まで来い。アウラ、話してやれ。よろしいのですか？構わない。裏切るのであれば。裏切りなどわしにそのようなことができようはずがございません。それができるのは道端のアリを見るようなその冷たい目を見ていない愚か者だけです。さっさとこの場から立ち去って部下を連れてこい。それが最初の命令だ。料理のメニューですか？お前の感想を聞きたい。それを食べる相手は人間の男女、もしかすると子供もセットだ。子供もいるとなるとフォアグラは好みの分かれるところではないかと。あとはさっぱりしたものもあった方がよろしいのではないでしょうか。なるほど、参考になった。礼を言う。アインズ様、至高の御方々の聖域たるこのナザリック地下大墳墓に何者かをお招きになるので。何か問題でもあるのか？いえ、そのようなことは何もございません。エントマか。はい、アインズ様、ルプスレギナから報告がありました。そうか、今回のテストはクリアだな。それと戦闘の許可を求めています。よろしい、ルプスレギナに許可を出せ。あの三人だけは死守せよ。What am I missing? お姉ちゃん。 Oh, come on, man.Right, let's just make sure we're not going to miss anything. Oh, I really want to know though. Okay. We're not going to get any more in this one. And you know, sometimes I question myself, have I missed something? Like, the only harm that was going to come to the village was Loopy in my mind, but now Loopy has to protect those three, so it can't be her.He's just taken down the giant and the snakes on board. So is Aynes like doing a fake attack? Maybe, because obviously the snake brings, you know, everybody with him. Has Aynes then sent them down to attack the village as almost like a test? Or totally lost off on who that could be.Loved the scene where I love Aynes's one-liners, you know what I mean? When he goes in all coggy and he's getting hit with a sword and he's just bringing out these one-liners. Absolutely love that. This has just left me wanting to know what's happening right now. It still feel like we're gradually building up these stories, adding little bit by little bit to them. Let me know what you thought of that episode. Much love from me. Let's do this.